後半はマタニティ教室について孤島保健センターの梅辻さんにお話を伺いします。梅辻さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、このマタニティ教室なんですが、どのような教室になっているんでしょうか？はい、マタニティ教室はお母さん、お父さんが妊娠、出産、育児について学び、安心して子育てできることを目指して開催している教室です。妊娠中の健康管理から産後の育児のことについても考えられる教室ということなんですね。はい、教室はこのように1の妊娠期の健康管理編プラスプチカフェ、2の食事編、3の妊娠中から産後の過ごし方編という3回シリーズで実施しています。なるほど。具体的にはどのような内容なんでしょうか？はい、1の妊娠期の健康管理編プラスプチカフェでは、お母さんやお父さんがお腹の赤ちゃんのためにできること、妊娠中の体の変化や赤ちゃんの成長について保健師が分かりやすくお話しします。参加者さん同士の交流の際に食べていただくプチカフェセットやお父さんの妊婦体験も好評です。このプチカフェセットというのはどのようなものなんでしょうか？はい、妊娠中の食事で特に必要な栄養素である鉄分と葉酸、カルシウムを多く含む軽食を提供しています。内容は参加してのお楽しみですが、家でもお手軽にできる栄養たっぷりなメニューです。なるほど。妊娠中だけじゃなくて今後の生活にも生かしていけそうでいいですね。そうなんです。2の食事編では具体的に妊娠中のお母さんと赤ちゃんに大切な栄養について管理栄養士がお話しします。1食分のバランスの良い食事を調理し試食していただきます。料理が苦手な方でも簡単にできるメニューですので、初めての方でも安心して参加してください。写真は10月の教室の様子です。たくさんの方が参加されているんですね。土曜日の開催は特にたくさんの方に来ていただいています。はい、3の妊娠中から産後の過ごし方編では、赤ちゃんを迎えるための準備や具体的なお産に向けてのこと、産後すぐに始まる子育てについて助産師が楽しくお話しします。体験を交えながら勉強できるので楽しそうですね。はい、参加者さんからは体験を通じて実際の大変さや大事な点が分かったという声や、赤ちゃんが生まれてからのことも少しずつ想像できてとても良かったというような感想をいただいています。写真は沐浴の練習の様子です。お父さんもお母さんも真剣です。一人で簡単に沐浴できる方法もお伝えします。はい、これらの教室ですが、それぞれ参加するのにおすすめの時期はありますか？はい、1の妊娠期の健康管理編は妊婦健診の結果の見方などを説明するので、妊娠初期から中期がおすすめです。2の食事編はつわりが落ち着いた頃に、3の妊娠中から産後の過ごし方編は中期から後期頃がおすすめですが、体調に合わせて参加していただければと思います。どの順番で参加していただいても構いません。はい、申し込みは必要ですか？はい、1の妊娠期の健康管理編と3の妊娠中から産後の過ごし方編は前日までに、2の食事編は5日前までに電話かメールで申し込んでいただきます。会場の都合上申し込みを締め切る場合もありますので、早めのお申し込みをお願いします。詳しくは母子手帳交付時にお渡ししているマタニティ教室へ以降の冊子をご覧ください。はい、お母さんお父さんたちが自分自身でしっかりと体調管理をすることが赤ちゃんにとっての最大のプレゼントであり、親としての第一歩なのかもしれませんね。はい、妊娠中から赤ちゃんのためにできることはたくさんあります。一緒に学んでいけたらと思うので、妊婦さんやそのご家族にぜひ参加していただきたいです。はい、今回は孤島保健センターの梅辻さんにマタニティ教室についてご紹介いただきました。梅辻さん、ありがとうございました。ありがとうございました。